皆さんお休みいかがお過ごしでしょうか。北海道から帰ってきて中10日ぐらいかな。また遠征に出かけます。しかも今回は助手席に陽明がいないので、今日の助手席は、わかるかな、若彼氏頃使ったベースを助手席に乗せて遠征に向かいたいと思います。もう夏休みの2回目始まってからずっと雨で、本当だったら今頃は日本海の方に行ってバイクでキャンツーで美味しい魚食べてるはずだったんですけど、天気予報を見る限りこれは行ってもつまらないなっていうところで行くのやめました。なので、まあ2回目の夏休みはこれから本番ですけど、まあ毎日雨だと思いますけど、これから遠征キャンプ向かいたいと思います。では今回もあきるのインターからスタートです。行くぜ東北。 Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. 東北のどこかというと宮城県に来てます。宮城の皆さんこんにちはです。集合場所の道の駅村田に到着しました。ここで東北の3名と合流予定です。1人到着しました。みんな来てない。まだ来てない。いらねえいらねえいらねえ。映りたがり屋でしょ。そうなんだ。そうでしょ。これ大変なんだよ。あの編集が高級車に変えたの。なんか高級車に変えたの。ちょっといいじゃん。環境に配慮し。ハイブリッド。どうもごちそうさまです。どうぞ食べてください。あれ僕のおごりなの。あ、これ何、動画なのこれ。動画だよ。あ、そうなの。じゃあ今食べる。いらない。飯食ってきた。あ、飯食ってきた。もうね、食ってこなかった。俺も食ってこなかったの。10時に飯食ったからさ。俺も10時ぐらいだ。お話じゃない。今日さ、風呂もあるんだよね、あそこね。あ、そうなの。うん、シャワーなんか無料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 のお風呂もあるから。じゃあいいじゃん。ついてテント張ったら、あと風呂入って。テントのさ、俺イロハをまず回ってんだよ。キャンプやりてやりてって言ってるけど。キャンプはどうやってやるもんか。まずスタートはなんだろうね。スタート買い出し、うん、あのテント止まるよ、本当に、うん、マジ寒いよ。俺北海道行ってダウン着て寝てたもんだって。家の中で窓開けて寝てるのと同じじゃないの。いや、まあそういうことだけど。まあそういえばそういうことだけどさ。下だと待ってくるじゃん、うん、お前遅刻だからね。お前遅刻の罪が大きいからね。あ、俺らだっても40分にいたもんだから。このロックができる。そうだよ、お前そんなね、秋田から来たとか言い訳になんないからね。ホタテ買いに行きたかったのにホタテが売れなくなったから。まあ、あるまだあるでしょ。いや、もうないかもしれない。この6分の間にホタテがなかったら売り切れちゃったから。買いに行こう。買いに行こう、うん、1秒でも早く。で、どうするの。玉ねぎ入れるんだっけ。入れないよね。ネギ、白菜、玉ねぎ、えのきとか入れるんだっけ。あ、椎茸か、椎茸だ。うん、あとは椎茸入れるのっ、春菊、はい、白菜、あ、なかったよ。ちょうどいいじゃん、ちょうどいい、うん、ちょうどいい。白菜、あとは、あと、あ、そっか、純くん覚えてないよね。裏地といえばなぜすき焼きかっていうのがあって、昔、裏地だけ最初会社辞めてこの近くに住んでた時があって、そこに毎回俺ら来て飲んでたの、家で。その時に必ずすき焼きやってくれたの。だから必ず裏地と飲む時はすき焼きだっつって。やっぱりそんなもんなんだよな。4枚もらえます。あ、それいる、お前。俺1個余ってんだよ。あ、くれんならもらう、うん、行くならね、キャンプに。あれテントだ。いや、俺バーベキューとかさ、釣りでも。違うよ、あの黄色いやつ。あのめっちゃサミやつ。釣りでもあれ使えるんだよ。釣りでも使えると思う。港とかでペーンって開けて。でもそのペーンってやつじゃないよ、多分。え、違う。あ、それじゃない、それじゃない。あの傘。傘はある。傘みたいな。傘みたいなやつよ。傘持ってる。いや、違う。全然会話になってねえ。え、
傘でしょ、折りたたみ傘みたいに、折りたたみ傘みたいに簡単に開けるそうそうテント、うん、それ知らない、それ欲しいな、それが一個余ってんの。あ、俺あそうジェム君今日持ってきたらくれるって。あ、じゃあ負けないけどはい、では出発しまーす。今日は車4台、ウラジとジュン君と後ろにキラです。こっからキャンプ場まで30分ぐらいかな。出発しまーす。いや宮城ものどかだね、のどかだね。この辺りがもう道の区公園、キャンプ場の入り口がどこなんだろうな。道の区公園かな。エコキャンプ場、もう少しっぽいか。エコキャンプ道の区、回ります。到着です。これ料金所なんだ。4台一緒です。はい、佐藤です。後ろまで、はい。AP バンクエスっていうさ、あのミスチルがやってるあの夏目みたいなのあるの、うん、それでここに、それ何、ミスターチルドレン来るの？もちろん。あ、来るんだ。ミスチルとかゲスの系だよ。浜ちゃんいた？浜ちゃんいた、いた。すっげー混んでんな。朝8時から夜の8時まで。8時かね。はい、こちら後で渡します。はい、で確かに、向かい側が温泉棟になりまして、うん、こちらが夕方4時から夜の9時まで。はい、ゲートに関しては夜の22時翌朝7時までが閉鎖いたしますのでご注意ください。はい、はい、おすごい綺麗かも。ここは温泉も無料でついてる。ここいいね。毎年この4人で楽天の試合も見に行ってるので、遠征キャンプも定例化してもいいかもしれないですね。ほんと綺麗だ。だし雨が降ってないんで。あれお前壊れてる。あ、これで終わり。それで終わり。で畳むのは、畳むのはやってみせなきゃいけない。それで終わりだよ。すごいね、これで一人全然寝れんじゃん。寝れる寝れる。一人プラス荷物、荷物が入るもんね。でもね、これはいい。だから本当はみんなバラバラで持ってきて泊まる方が楽なんだよね。あれがあるからね、今ポンって行き当たったんじゃん。あれはだから、あれはあれサンシェードっていうの、あれテントじゃなくて。あ、そうなんだ。うん、そう。あれダメなんだ、うん、あれはね、テントじゃない、テントじゃない、あれサンシェードっていうの。あ、何これ、すげーって感じ。あ、よくあれで見るやつだ。初めてのキャンプ大会。いいね。あれでもう屋根できたわ。はい。そしたら、丸だ。丸。じゃあ、俺ラジンのとこ行くよ。はい。せーの。ラジンのとこじゃない。俺のとこまで来てくれないと。あ、そうだ。そっちまでか。はい。ジュン君もっと全身、こっち全身。はい。全身全身全身。はい。これ入れるじゃないんだ。あと90度だ。まあ、これ入れるじゃないんだ。あと90度だ。でしょ？やっぱりケツ。あ、これケツ。これケツ。これケツ。じゃあ、俺、今のラジンのとこね。はい。ゲームやってるみたい。フリー。はい、フリー。オッケー、フリー。オッケー。で、グレーのやつ。これあれか、屋根か。入り口屋根か。これは寝るとこ。寝るとこ？オッケー。完了。うわ、暑い。完了。暑い暑い。出て。でかっ。完了。ちょっとさ。本当だね。でかっ。これでも絶対届かねえな。え、届かない。うん、そう。本当かけてるの混ぜないと。あ、これが間違ってる。これ違う。これ下。あ、これ下あった。頭がした。え、こ
これも下届かねえ。あの、もう二つ残ってんだね。どれ？あれ、ここを、こう、なんていうの？屋根にする？そうそうそう。あ、出窓。出窓みたいに。あ、熱い！ビール飲みて。よいしょー、じゃあ乾杯。はい、じゃあ乾杯、お疲れ様。でも、裏地で1年ぶりだ。うん、もう車に出てねえぞ。あ、温泉入れねえな。まあ、何どうすんねん。歩いていこうよ。歩いていこう。そこにシャワー室もあった。あ、そう、シャワー室はあった。あった。だからシャワー室だけ浴びて、あとは、あの、うん、温泉は明日の朝とかね、夜中。え、だって夜の10時、え ?9 時までって言って。4時から9時まで。明日の朝やってない。やってんか、うん、あ、じゃああれだ、酔っ払ったぐらいだ、うん、キャンプの夜は早いべ、大体早い、はい、9時ぐらい寝るもんね。だってもう3時半でしょ。だって3時半にもう飲み出したんだろ、うん、8時にはもうあれだよ。よっぽどお前が面白いあのお話とかない限りは7時に終わるかもしれない。ねえな、ねえだろ、ねえな、寝たきでもいいとこだ俺。まあ、切れてんの寝ただけならいいけどな。本当だよね、うん、キレッキレだよね。キレッキレだよな。めっちゃキレてる。でもこれさ、このメンバーでまた明日も一日一緒でいいでしょ。そうだよ。で、しまいには明日野球中止になったらまたずっと飲んでんだよ。もう早く寝んべ。明日は時間じゃない。明日もだから、だからここを昼ぐらいに出て、うん、移動してチェックインが3時だから、まあ、その前にさ、そうそうそう、食べ物を飲むと。え、三枚焼くからちょっと待ってよ。まあゆっくり行こうよ、時間はあるよ。サンマ焼いて食ってすき焼きまで行かない可能性があるからな、俺と裏じゃ。いやー、行くでしょ。え、もう腹いっぱいだよ。今年まだサンマ食ってないでしょ。食ってない。今年の初物でしょ。怪盗でしょ。怪盗、あ、違う、生買ったんでしょ。怪盗で、あ、怪盗買った。あ、な、去年のやつの安い方。怪盗、怪盗。あれ、北海道産は今年のやつだったんだよ、生。あれ、今年のやつ、うん、あっちの方が良かったんじゃない。その時やっぱりさ、貧乏症だからさ、やっぱ安け安いほどいいなって。倍したよね、倍。そうそうそう、バイ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 。高い、2匹で300何本だね。2匹で400円が。こっち1匹99円だから。うん、4匹買えちゃうよ。の、そこのの。いや、魚だから。ニジマス釣れるとことかでもいいけどな。あ、全然いい。そしたら、あの、パスタ釣れる。この先にさ、サクナミがあるんじゃない。サクナミもキャンプじゃん。そう、最初さ、サクナミって言ったじゃん。うん、俺サクナミにしようかなと思ったけど、順坊遠いなと思って。俺、通ってきたけど。サクナミ、あれ、お前山形通ってきたの。うん、山形。サクナミ通り道じゃん。そういうこと。山形道で切ってもサクナミだと。あ、何、東北道乗ってないの。乗ってない。俺今日ずっと水沿い走って下道来てこようと思って。あ、いいじゃんいいじゃん。なるほどね。サクナミだったらね、一回行ってしたもんね、そこでね。じゃあ来年そこにしようか。あそこは一番釣れる。一番釣れる。あの釣れるよね。一番釣れる。はい。木田さんの人生初の着火。で、あ、そうそう。ん？つかないな。あ、着いた。で、もう裸足大丈夫、うん、で、起こしてくれればこうやってさ、これは焼けないんだ。焼けない、焼けない。サンマ食べます。さあ、行きますよ、おしか半島のね、はい、生サンマね。生サンマ今年初物。今年初物。まだ早くねえか。行きますよ。行ったもんね。うん、行きますよ。はい、よいしょ。おい、よいしょ。あ、いいね、もうなんかもうこれだけですごい絵になるよね。バッチリこれでさ、もう最高だよな、これな。バッチリでしょ、これ。塩振った方がいいよ。うん、塩振った方がいいんじゃね。どうする、もこみち。意味わかんない。意味わかんない。もっと上もっと上だよ、そうだよ、もっと上だよ。こんなもんじゃない。バッチリだよ。はい、オッケーオッケー。パープ君どういう？こっちもちょっと。ああ、もうプクプク言ってるよ。あ、そっちもいまいちなんだよ。今火力強いの真ん中だけなんだよね。これ一回さ、崩してみる？いや、やめようよ。おもそれ絵的にすごく悪いことになるよ。今すごい美味しそうなのですよ。あ、匂いがいいね。いいね。いい。いや、崩してあれよ、違うよ。これよ、この下の。ほぐすってことじゃない？火を。あ、火をか。火をもうちょっと外に出した方が。ああ、そういうことね。の方が絶対焼ける。俺、身を焼けるんだと思った。ああ、そうそうそう、そう、そういうの。そういう感じ。こうやるともうちょい焼けるから。いいね、サンマキャンプ。いいじゃん。だからサンマだけ買ってくれなかったね。もう5、6匹買ってもよかった。
そんなに。あ、すごいな、匂いが。なかったんだよ、ホタテが。誰が食べた。遅刻したからな、遅刻したからな。あんな買いに行ったんだよ。あ、シーフードミックスだろ。冷凍食品だ。冷凍食品だな。いや、北海道のお土産なんもなかったからさ、うん、これしか残ってなかった。シャケジャーキー。いや、十分でしょ。チーズ入り。うまい。でこういうのがうまいんだよね、やっぱな。あのさ、このロケーションがあるからうまいっていうのもあるよ。グリーンだろうね。うん、だこれが多分一人で家で食っても多分うまくねえって思う。取られてるよ。そう。ウラジほら今回初めて映るから。そうだね。世界デビュー。うん、世界デビュー。ジュン君はもうねだいぶ映ってからもバレてからも。バレてる。うん。ジュン君そうだね、たまに映ってるもんね。ジュン君はたまに映ってからね。俺そうだ、四国の時見たんかな、四国の南関で。そう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 。木田なんか一回しか映ってないもんね。ほんで一回、ボードの時。ボードの時の。あ、ツーリングは行かないんですか。だってバイクねえもん。うん、なら。俺ロードバイク。ケツ乗ってくるらしいよ今度。でもさ、うるせえだろ、一日後ろだぜだって。いやだからやっぱり俺は多分ね、インカムいらないと思うんだ、キラとは。隠れキャラ的な存在でいこうかな。おおいおいおい、隠れキャラ。はいどうぞ、はいどうぞ。これ内臓食った？内臓苦かった。内臓が多分ね、うまいんだよこれ。苦くてもうまいけどね、うん、いや美味しいね、いいね。ここなのよ。内臓、内臓。サンマの美味しい食べ方の見本だよね、これね、うん、内臓も含めて。あ、やっぱ内臓も食うんだ。うん、内臓が一番うまいんだよ。内臓が一番うまいの。そうそう。でも内臓は苦いだろ。いやそこなのよ。内臓、例えば今日これ99円のサンマありますよと、うん、内臓が80円だから、19円が鳩外身だから200円じゃなかったっけ。1本99円。いやこんなに綺麗に食えねえよ俺。そう、そのだから、うん、初物だからな。引っ張るねお前ね、初物だから。初物だから。これでまたキラファンが増えんだよな。うん、めっちゃうまい。あれ結構メッセージくんだよあれ、あげてっと、うん、あの書き込んでみんなが見えるところに書き込む人と、うん、あの直接なんかメッセージで来る人がいて。あ、じゃあちょっと俺に直接メッセージ来るようにしてよ。じゃあお前になんでメッセージ来るようにしなきゃいけない。キラファンの、キラファンの、キラさん面白いですねっていうのがなんか一人だけ来てる。家で使ってるやつをもうそれがもう今日使い納めだって言って、あのもういいな、全然それはそれで。ゲンタレ、ゲンタレでトントロ。トントロね。でもこのセットいいね。いいでしょトントロ。うん、いやいや、このなんていうの、あのコンクリート、はい、炙り、うん、あ、いいでしょこれ。いい。だからもうちょっと、あ、行っていいですか。いますかね。いや、あとあのこれ一個買った方がいいと思うよ。シェラカップ。シェラカップ。そのボロボロのでいいやん。ボロボロの。違う違うってだから、シェラカップ。これじゃない、シェラカップっていうのこれ、うんうん。これが何？俺このキャンプアワー一つ持ってる。一個持ってればいい。ご飯とかでも使えるの？ご飯もよそってもいいし、使いやすいんだよ。うん、どうですか、トントロ。うまっ。うまい。うまい。あ、うまい。うまい。タレもうまい。ゲンタレ、ゲンタレうまいだろ、だって。うまい。売ってんだね。うまい。うん、みんな焦げる前に食ってこれ、うん。みんな腹いっぱいなのかな。うん、俺はもう腹いっぱい。絶対俺のすき焼き食わないよね。サンマで十分。サンマでね、だいぶ腹いっぱいになったもん。ゆっくり食いすぎだよ。もっと気合入れて食おうよ。もっと家からまだ。そのくせパタッと止まっかって多分。重い。もう気持ち悪い。吐く吐くとか言うから。まあね、100か0かな。そう。うまいと思うよ、多分。うまい。うん、うまいでしょ。うん、本当食わないの？いや、俺いい。あ、俺一個ぐらい食うよ。うん、食いな。うん、せっかくだな。うん。すき焼きの腹がなくなってしまう。すき焼きだからこれからさ、料理するんでしょ？切ったりするんでしょ？そう。いやー、切れねえわ、俺。っていうか、だから俺すき焼きっていうか、肉なしでうどん入れたやつ食いたいもんね。あー、まあ、いきなり締めなパターン。いきなり締めなパターンだよ。いや、あれさ、ネギとか切るの大変よ。いやいや、簡単だよ、めっちゃ切れる包丁持ってきてから。包丁持てる。あるあるある。持てるならいいけど、俺持たないよ。ウラジ。山形県出身、宇都宮在住、そうそう、ウラジ。ウラ山。はい。どうなの？うまい。うまい。
でももう完全にギバちゃんだよね。ギバちゃんなの？ギバちゃんだと思うんだよ。相川翔でしょ。相川翔なのかな。でもギバちゃんだと思うんだよ。いやいや違う違う違う、モコミじゃない？違う。絶対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 違う。あ、じゃあはい、どうぞどうぞどうぞ。何？宮城県出身。そうだ。宮城県出身、八王子在住の。広市在住の。ジョニー・デップね。うまい。本当にうまいこれ。ちょっとねカリカリ部分もあって、なんかふわふわ部分もあって美味しい。美味しい。うん、美味しい。でもうまそうだよね。うん、食べな。これありだね。うん、ちょっとこれさ、うまくできたね今日ね。端っこの辺のとこ焦げちゃうから。だからすき焼きじゃなくて焼肉でよかったんじゃないかっていう。だからバーベキューでいいんじゃねえかって。そう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 。バーベキューはやっぱね間違いないんだよ。まあ、キャンプっつったらバーベキューだからね。そうなんだよ、うん、でもそこであえてすき焼きをやる裏地を忖度してる感じがいいじゃん。忖度裏地を。でも明日の朝は絶対すき焼きのうどんはうまいと思う。残り汁でね、そこなんだよ。This is what you came for. Lightning strikes every time she moves.